つは結果を求められますね。結果を作り出しているのは何かというとパフォーマンスですよね。じゃあこのパフォーマンスは何でできているのかというと2つのことでできています。全ての瞬間、全ての人が、全ての競技、全ての瞬間、どんな時もどんな人もこの構造でできています。何かというと内容と質、この両者でできています。例外はありません。しかし過去は変えられないので、変えられない過去に頭を突っ込むと人間は囚われます。さっきミスしたことと今は全く関係ないですけど、さっきのミスのことを僕たちは引きずるようにできている。そして分からない未来のことを考えると、僕たちは分からないところに頭を突っ込むことでどうするかというと、不安と心配と緊張と焦りとビビりと油断と諦め、人間の失敗のほとんどは分からない未来に頭を突っ込むこの高等な認知的な脳みそがあるので、私たちはそれによって心が乱れます。去年教えに出てない時に、やっぱ失点して、自分が絡む失点をすると、次の試合で、そういう記憶がちょっと蘇ることがあるので、そういう時のお風呂に入ってるのかなっていうふうに思います。周りに気にせずに、自分の思うことをそのまま出せばそんなに気にならないのかなっていう、そういう状態にならないのかなっていう。で、本音を、で、俺もなるほど、こうやって対話ってこんな重要なんだって、俺も今、改めて思ったし、ぜひそれをまたみんなと考えながら、で、どうありたいんだっていうことを、やっぱ一人一人が腹に落ちてできるようにしたいなって思った。まず辻さんの話を聞いて、自信を持ってる方だなっていうのがとても印象的で、自分には自信もあるんですけど、やはり試合の中で自信がなくなる時もあるので、その時に、集中しすぎないとかだったりとか、そういうのをもっと自分的にも考えてやっていければいいかなっていうのがありました。僕自身過去にとらわれるであったり、自分のミスをちょっと引きずるっていう、経験は結構あるので、先のことを考えすぎず、攻撃中もありましたけど、同じプレーでも迷ったプレーと自分を信じて出した一歩っていうのは全然違うっていう風な言葉があって、それは自分の中ですごく響いた言葉で、自分のドリブルを信じて、迷ったドリブルではなくて自分の信じたドリブルで、プレーすることが大事だなというふうに思いました。